パリメトロ10号線は、フランスパリのメトロ路線の一つ。パリ交通交団が運営する。パリの西、ブローニュポンドサンイコールクル駅と東部のオステルリッツ駅を結ぶ。パリメトロ10号線は、パリのメトロ路線の一つで、パリ西部のブローニュの森に近いブローニュポンドサンイコールクル駅から東へ伸びてセーヌ川を渡り、セーヌ川南岸地域を東西に横切って、オステルリッツ駅に至る。途中、 ブローニュジャンジョレス駅から南北に分岐し、ジャベル・アンドレ・シトロエン駅で合流する。1923年12月開業。ただし10号線としての開業は1923年だが、ボーグルネル・ラ・モット・ピケグルネル間は8号線として1913年7月に、ボーグルネル・ポルト・ド・ーツイユ間は1913年9月に開業している。1937年の路線付けか。 絵で現在の路線の原型が出来上がる。以降、延伸工事が繰り返され、1981年、現在の形となった。15号線生端のブローニュポンド3イコールクル駅は、パリ西港の都市である、ブローニュイコールビアンクールに位置している。路線は、ここから、パリ南部に向かって、東に伸び、ブローニュジャンジョレス駅の先で南北に分岐する。 北側の分岐線は、ポルトド・トゥイユ駅、ミケランジュイコール・オートゥイユ駅などを経由してセーヌ川を渡り、ジャベル・アンドレ・ストロエン駅で、南側の分岐線に合流する。南側の分岐線は、ミケランジュイコール・モリトール駅、シャルドンイコール・ラガシュ駅などを経てセーヌ川を渡り、ジャベル・アンドレ・ストロエン駅で、北側の分岐線に合流する。 北側の分岐線は、西のブローニュポンド3イコールクル駅方面への、南側の分岐線は、東のオステルリッツ駅方面への一方通行となっている。南北分岐線の合流後は、蛇行があるものの、ほぼ東に向けて路線は進む。ジャベル・アンドレシ・トロエン駅から、ラ・モット・ピケグルネル駅を経て、陸軍士官学校、ユネスコの横を進み、デューロック駅、 セーブル・バビロの駅を経て、サンジェルマン・デプレ、カルチェラタンを通過し、終点のオステルリッツ駅に至る。ブローニ方面からオステルリッツ駅へ至る路線だが、途中、ブローニュ・ジャンジョレス駅とジャベル・アンドレシト・ロエン駅の区間で南北に分岐する。1937年の路線付け替えこの分岐線の進行方向は、オステルリッツ駅方面への一方通行である。 この分岐線の進行方向は、ブローニュポンド3イコールクル駅方面への一方、通行である、樹種駅。ありがとうございます。